の悲鳴も聞き飽きたな。そろそろ終わりにする頃合いだ。待て、あれは。あの女を捕まえろ。これ以上暴れさせぬよう止めるんだ。ここが村人が話していた例の教会だよな。教会どころか、もはや建物とは思えないほど燃えてしまってるわね。まだ焦げ臭い。一体何があったんだろう。村人によると、私たちが着く数日前の夜に突然火事になったそうです。夜中に起きたことなので、目撃者は誰もいなかったようですね。これほどの火事は間違いで起きた火事じゃないわ。誰かがわざと火事を起こしたのよ。やっぱりこれもコキュートスの仕業だよな。まさか俺たちが来るのを知って証拠を燃やしたわけじゃないだろうな。とっとと捜索してみよう。え？これは。うん、ええ、
と、そうだな。ええ。やるつもりはなかったんだけど、
ええ。
ええ。やれやれ。
いいぞ。なんだと？そうですね。
おや？やれやれ。
入れれば。セラ、本当にすごい魔術師になったのね。ずいぶんと誇らしそうに妹を見てるな。ええ、本当に誇らしいです。できたのか。待って、この魔力はロック装置がもう一つあった。強力な魔石の防壁がもう一つあったみたい。魔石だけで開けようとすると弾かれる罠のようなものが設置されているみたい。罠？コキュートス！アナスタシア、アンバーに加えてシェラまで。許せない、絶対許せない。うん、後ろに下がって、テレーゼ。このままではあなたまで巻き込まれてしまいます。それはできません。この扉を壊さなければ誰も助けられなくなります。私にもう少しだけでも力があったなら。ラテル、あれは俺たち全員でかかっても壊れないって分かってるだろう。違う、僕には力があるのに今まで使わなかったんだ。敵に与えられた力、呪われた力、そんな風に言い訳ばかりして。でも分かったんだ、コキュートスを、敵を倒すためならどんな力でも使わなきゃいけないことを。たとえそれが僕自身を殺すものだとしても。ラテル、一体何を。ダメ、ラテル、慣れてないテラの力をむやみに使っては。ラテル、やめろ。今お前がやろうとしていることがとんでもないことってくらい俺でもわかる。いや、僕はただの力の貯蔵庫。テラの力を使うのは僕じゃない。この力を使うのはテレーゼさん。ラテルさん、受け取りました、あなたの意思。私にお任せください。感じます、ラテル、あなたの怒り、そして決意を。その全てを私が受け継ぎます。あ、姉さん、ラテル、これがテラの力。二人とも大丈夫か。僕は大丈夫。テレーゼさんにテラを預けただけだから。むしろ頭がすっきりしたよ。私も大丈夫です。ラテルさんからいただいた力が強すぎてコントロールが大変だっただけです。あ、シェラは。心配いらないわ、立てるほどには回復したから。よかったじゃないわよ。姉さんもラテルもどうしてそんな無茶をするの。テラは黒魔術師が使う力なのよ。闇の魔力ってこと。一歩間違えば破滅してしまう。ラテル、あんた私の話聞いてるの。
シェラ落ち着いて。ここで私たちまで興奮してしまっては大変よ。たく、気持ちはわかるけどさ、心配する俺たちの身にもなってくれよな。はい、ごめんなさい。もう、まったく、ここから出たらただじゃおかないからね、ラテル。へえ。あ。お？何あれ？あなた。さあ、くっそあなた。確かに倒したはずなのに、いつの間に。いいえ、もう体が限界に達してるのがわかる。このままだとジェフリーみたいになってしまうわ。ジェフリーならテラに耐えられずに爆発しちまったじゃないか。ラテル、テレーゼ、下がってください。もはや暴走を止めることはできません。ラテルさん。テラも私に力を。ラテル、ダメ。その子、あなたからテラを吸収するつもりよ。何？ってことはどうなるんだ。もうあの子の体は崩壊寸前よ。この状態でさらにテラを吸収すれば、その分より大きな爆発が起きるはずよ。ラテル。テレーゼさんだけでも。ラテル、生きてるよな。ラテル、まさかアンバーにテラを与えたんじゃなく、アンバーのテラをあなたが全部吸収してしまったの？わからない。ただ生き残ることしか頭になかった俺は。そうか、これこそがテラ。素晴らしい。実に素晴らしいですね。最近私が見た中で一番の演技でした。断言しますが、
あなた方はもうすぐコキュートスが作り出した最高の道具となれます。我々の尊き使命のためにその身を捧げる、テラから祝福された最高の道具ですよ。まだ奴が残って、ユーティダメ、今の私たちでは勝てない。死ね。ほう、もうすでにこれほどまでに。これからが楽しみですね。しかしここで介入しては興奮に水を差すことになってしまう。私はここで退場するとしましょう。アナスタシア、アナスタシア。ダメよ姉さん、もう本当に休まなきゃ。そうしないと姉さんまで危ないわ。とりあえず宿に戻ろう。残してきた子たちも心配だからな。はい、ラテル大丈夫ですか？大丈夫だ、行こう。ここで数百、いえ数千人もの人々が亡くなりました。その中の数人は未だこの地下で怪物の姿となって死にきれぬままさまよっています。それで決めたんです。私はこの村に残って、まだ残されているコキュートスの痕跡をすべて消します。彼らが二度とこの平和な村であんな恐ろしいことができないように。宿にいる子供たちも守らなきゃならんし、この村に残るのも悪くないだろう。だがアナスタシアも取り戻すつもりだろう。はい、それでシェラと皆さんにお願いがあります。ロデブ村、そこに行ってとある人と会ってください。ロデブ？シェラ、ロデブ村は戦争に巻き込まれて消滅したのでは？なぜ今になって？ユーティ、ロデブ村はまだ維持されているの。そしてそこにリアがいるみたい。リア？リアがまだ生きているの？ええ、3人で会えたら話すことがいっぱいあるわよね。シェラ、ユースティア、リアとは誰なんだ？リアはひとまず凄腕の情報員とだけ言っておくわ。アデリーヌを解毒する方法を探していた時にロデブ村でリアトリスさんと会ったことがあるんです。彼女はコキュートスに供え物を提供する人を止めようとしていました。コキュートスを止めようとする奴が俺たち以外にもいたとはな。はい、リアトリスさんならコキュートスが供え物をどこに送っているのかご存知のはずです。そして
そういった場所を探してみればアナスタシアを見つけられるかもしれないな。ローデブか、うん、グレイ、さっきから何なの？私の故郷に何か問題でもあるっていうの？いや、いつかは行かねばと思っていたが、想定より早くなったな。何を言っているのか全然わからないわ。とにかく行くわよね。ええ、リアがコキュートスについての情報を知っているなら会わない理由はありません。賛成だ。今はそれ以外見当がついていないからな。それにラテル、あのロデブにもコキュートスと関係している組織があると聞いているわ。あなたの力が役に立つかもしれない。わかった。餌にでも何でも使ってくれ。黒魔術師を一人でも多く倒せるのなら。皆さん、どうか無理をなさらぬよう。シェラ、また私のわがままで離れ離れになってしまってごめんね。大丈夫よ姉さん、これでお別れじゃない。全てが終わったら一緒に家に帰りましょう。ええ。